サソリ座という星座をやってみたいと思います。よろしくお願いします。サソリ座はですね、行動十二星座の一つで、トレミーの48星座の一つです。夏の南の空に、天の川に大きな S 字を描く、非常に綺麗な形の星座でございまして、星座の大きさとしては、88個中33番目と、それほど大きいわけでないんですけど、明るい星が非常に多くてですね、目立つ星座でございます。それからですね、これちょっとサソリ座生まれの方にはちょっと残念なんですけど、蛇使い座という星座がサソリ座の上にあるんですけど、その蛇使い座の左足がね、サソリ座の背中に乗ってるんですよ。まるでサーフボードのように乗ってるんで、私の中です。蛇使い座とサソリ座はサーフィン座と呼んでおります。ちなみにですね、サーフボードにスコーピオンっていうメーカーがあるんですよ。ね、偶然のことに。ひょっとしたらこのスコーピオンってサーフボード作った会社さんね、サソリ座に乗ってるっていう、私と同じ発想してるんじゃないですかね。続けます。サソリ座で最も有名なものといったら、アンタレスという星でございます。21個ある一等星の中でですね、15番目に明るい星。このサソリ座にはですね、アンタレス以外にも5つの二等星があるんですよ。どうしてこういうふうに明るい星がサソリ座に集まっているかと言いますと、銀河系の中心方面がサソリ座の隣の射手座のあたりにありましてですね、つまりサソリ座というのはほとんどこの銀河系の中心方面に位置するので、やっぱり銀河系の中心方面は星の数が多い、したがってこう明るい星が存在する可能性も高いということで、サソリ座には綺麗な星が集まっているということでございます。では順番に一等星と二等星を紹介していこうと思います。まずアルファ星のアンタレスなんですけど、明るく輝く星として非常によく知られている恒星でございます。かつては 0.88 等から 1.8 等まで変更する SRA 型の半規則変更星と言われておりましたが、実際にはそれほど大きな高度変化見られずにですね、現在では 0.88 等から1.16 等まで変更する規則性のない LC 型の脈動変更星とされております。そしてですね、このアンタレスはかつては直径が太陽の230倍ほどの大きな星と言われておりましたが、実際にはもっと大きな星でして、直径が太陽の600倍ないし800倍と言われております。図鑑とかそういうものには720倍って書かれているものが多いです。火星のね、公転半径よりも大きいんですよ。なのでかなり大きな星だっていうことがわかると思います。明るさはですね、太陽の8000倍から1万倍と言われておりまして、質量は太陽の 15.5 倍と言われております。ということで赤色超巨星というカテゴリーに分類されております。この赤色超巨星というのはですね、直径が太陽の数百倍から千倍以上あって、明るさは太陽の数千倍以上ある恒星のことを言います。なので、このアンタレスというのはザ・赤色超巨星という感じになります。赤色超巨星のうち、質量が太陽の10倍以上の恒星についてはですね、超新星爆発の後に中性子星またはブラックホールになると考えられておりますので、このアンタレスは将来ブラックホールになる可能性がかなり高いと言われております。そしてですね、アンタレスは連星なんですけど、1.09 等の主星アンタレス A から 2.9 秒離れたところにですね、5.2 等の伴星であるアンタレス B が輝いております。そしてこの伴星はですね、主星から550天文単位の距離で、この2つの連星があるものと推測されております。天文単位というのは、太陽と地球の平均距離を 1AU と設定しております。それですね、スペクトル分類からしますと、アンタレス A は赤く、アンタレス B は青白く見えるはずなんですけど、実際には色相の対比効果、要するに色が近くにあるとお互いに干渉して違った色に見えるという効果がありまして、アンタレス B、伴星の方は緑色に見えることが多いです。アンタレス A の方も真っ赤というよりはオレンジがかった赤色、要するに朱色っぽい色に輝いて見えます。
晩星は主星の370分の1しか明るさはないんですけど、それでも太陽の170倍の明るさがあるということで、この2つの星ともかなりスケールの大きな星。さすが超がつく赤色超巨星。さて、アンタレスという名前はですね、ギリシャ語のアンチアーレスから来ておりましてです。それはアンチアレスが、アンチアレス、アンチアレス、アンタレス、アンタレスって感じで。なので、決して星の名前がわからなくなった時に、あんた誰ですって聞いてるって感じではないという。このダジャレは私が作ったものではないので、非難は科学館の方にお願いします。私が子供頃にね、見ていた科学館のプラネタリウムの解説委員さんが、いつ言ってもアンタレスのことは、あんた誰ですって言ってたんで、それを私は引き継いでるだけでございます。で、このアンチアーレスから来ているアンタレスなんですけど、アーレスっていうのは何かっていうと、アレス。これは火星でございます。つまり、意味としては、火星に亀甲する星という名前でございます。これはですね、黄道の近くに、このアンタレスが位置することから、時折火星とかなり接近して見えることがあるんですよ。それでその時に、火星の赤い色とアンタレスの赤い色がお互いにこう競い合っているように見えることからついた名前と言われております。さて次に参ります。ベータ星のアクラブという星でございまして、これは三等星なんですけど、アルファ、ベータ、ガンマっていうのは、バイエル符号って言いまして、そのバイエルさんっていうね、方、これ確かね、16世紀だったかな、の天文学者さんが、明るい順にアルファ、ベータ、ガンマ、デルタってつけていったんですけど、当時はね、観測装置がそんなに成功ではなかったので、今だときちんとね、光の強さが測れるので、そうするとどうしてもアルファ、ベータ、ガンマが、こう順番がずれていってしまうということで、それにしてもね、このサソリ座には二等星が5個もあるんで、ね、その5個を差し置いてベータ星に三等星があるということが、バイオレンさんもうちょっとしっかりしようと思いますね。アクラブっていうのはアラビア語でサソリという意味がございます。これもうそのままでございますね。このねベータ星は面白いんですよ。っていうのもね、60連星なんですよ。さっきのアンタレスは20連星なんだけど、こっち60連星で、 AA、 AB、 BC, E, A, E, B という名前がついている6個の星の集合体みたいな感じなんですよ。これがお互いの引力圏にいるわけですよ。それでですね、A, A と A, B 星が近くにいるワンセットと、それから E, A と E, B が近くにいるワンセット。さらに B と C が近くにあって、2つ1つ1つ2つの連星で4グループ6連星っていう感じがこのベータ星でございます。ということでちょっと早いんですけど、飲み物飲まさせてください。というわけで、イプシロン星なんですけど、ララワグという二等星でございましてですね、この星はね、二等星なのに不憫なことに、長年固有の名称がついてなかったんですよ。で、それでですね、オーストラリアの先住民のワーダマン族が、この星に対して用いていた名前がこのララワグというので、それを正式な名称に使われるようになったということでございます。次は、シータ星のサルガス。こちらも二等星でございまして、古代メソポタミアのシュメール神話において登場する太陽神のマルドゥックが使う武器に由来する名前と言われております。次はカッパ星というのがございまして、ギルタブという名前がついているんですけど、シュメール語でサソリトゲという意味がございます。要するにね、毒針に位置するところなんで覚えやすいんですよ。次にラムダ星のシャウラという二等星があるんですが、これもねアラビア語で針という名前がついておりまして、サスリ座で2番目に明るい恒星でございます。そしてその隣にほとんどくっついた感じで三等星のウプシロン星のレサトという星がございます。これはアラビア語で毒を持つ生物の人差しという意味でございます。ただね、このレサトがですね、綴りが間違って付けられてるということなんで、ちょっといわくつきの名前。ちなみにこのシャウラとレサト、このね、二つの星はね、ちょんちょんと並んで、それもね、キラッと光ってるので、猫の目っていう名前でも呼ばれております。サソリ座はですね、天の川上にあるため、多くの星団も含んでいるんですよ。ここの図に載っている3つを紹介したいと思います。
サソリのこの胴体のところに M4 という球状線段がございましてですね、非常に多くの星が集まった綺麗なもう、こうスワロフスキーを散りばめたような感じの球状線段でございます。で、それからですね、今度は仲良く2つ並んでるんですけど、M6 の方も M7 の方も三回星団と言われるものでございまして、二つとも肉眼でも見えます。これから夏のシーズンを迎えると、南のいい位置にサソリが出てくるので、尻尾の近くに三回星団をぜひ探してみてください。次にですね、IGR の J の 17091-3624 という天体があるんですけど、これはですね、発見されている中で、最も質量の小さいブラックホールなんですよ。その質量がたった太陽の3倍程度しかないブラックホールなんです。それでですね、このブラックホールの近くには太陽と似た感じの恒星がありまして、これが引力圏の中で近づいてて連星になっております。恒星とブラックホールの組み合わせも連星という言い方をします。このブラックホールの質量は理論上生じる恒星質量ブラックホールの下限に近い、要するにこれよりも小さい恒星が超新星爆発を起こしたとしてもブラックホールにはならなくて中性子星となるので、ブラックホールになり得る最も小さい質量に非常に近いということでございます。ということはね、逆に言うと太陽もあと3倍質量が大きかったらブラックホールになり得たかもしれないということで、そうしてみるとブラックホールっていうのはね、決して珍しい天体ではないんですよね。さて、ブラックホールはですね、シュワルツシルト半径というものがございまして、ブラックホールの自称の地平線の半径でございます。そっから先に行くと光も飲み込んでしまうから、そこから先は見えないと、観測できないと、そのギリギリのところを自称の地平線って言うんですけど、シュワルツシルト半径っていうのはブラックホールの規模を測るのにちょうどいい単位でございまして、これがね、たったの 8.9 キロしかないんですよ。ちなみにですね、発見されている中で最大のブラックホールはですね、カニ座にありまして、 OJ の 287 というブラックホールです。質量が太陽の180億倍ございます。億ですね。こっちはね、シュワルツシルト半径は約530億キロメートルでございまして、冥王星の平均公転半径の9倍ということで、ほぼ太陽系の10倍近い大きさ、すっごい大きいブラックホールなんですよね。次にギリシャ神話に行きたいと思います。ちょっとね、もう一回飲まさせてください。さて、お楽しみのギリシャ神話に行ってみたいと思います。サソリ座のギリシャ神話は2つあるんですよ。まず1つはね、こっちはね、結構ポピュラーだから皆様がご存知かもしれない方なんですけど、巨人である優れた漁師オリオンがある時、仲間たちとお酒を飲んで酔っ払ったところで、一緒に飲んでる仲間におだてられました。オリオンがこの世にね、自分が倒せない獲物はいないっていう風に自慢げに話したんですよ。そしたらね、女神ヘーラが怒っちゃってね、生意気なみたいな感じで、それでですね、サソリを地上に放つわけです。オリオンの近くに放って、毒針でオリオンをチクンと刺して殺しちゃったんですよ。それでですね、ヘーラがそのサソリよくやったっていうことで功績を称えて、サソリは天に上げられてサソリ座になったっていうことなんですよ。で、一方ね、殺されちゃった巨人のオリオンはですね、それを憐れんだ女神アルテミスはゼウスに頼みましてですね、というのも、アルテミスはオリオンのことを大好きだったんですよ。オリオンの恋人だったかな。実はね、ちょっと、ね、脱線しますと、大熊座の動画のところでやったんですけど、アルテミスさんね、レズビアンなんですよ。あのね、それもね、あの男役の方、タチさんの方なのね。なんですけど、オリオン、男性にも恋をするっていうことでね、これレズビアンじゃなくてね、正確に言うとね、バイセクシャルかな。それで、男性に恋するときは女性なんだけど、女性に恋するときは、男性の方の役目するっていうことで、ここがね、またね、こう、バイセクシャルとか、レズビアンの世界の奥の深いところで
でございますね。ということで話を元に戻しますと、このアルテミスさんがやっぱりね、恋人のオリオンがね死んじゃったのが哀れんで、それでお父さんのゼウスに頼むわけですよ。それでですね、ゼウスは娘のお願いだということで、オリオンも空にあげるわけです。それがオリオン座になったということなんですけど、やっぱりねオリオンはサソリのことが怖いんですよ。なのでサソリが東の空からこう上がってくると、オリオンは西の空に沈んで逃げていっちゃうんです。それでサソリが西の空から地平線の下に沈むと、やれやれということで、オリオンも東の空から登ってくるということで、ちょうどね天球上でオリオン座とサソリ座っていうのは108度反対のところにあるので、それがなかなかねこの神話と天球の星の動きが一致していて面白いなというところでございます。ということなんですけど、これねよく考えるとね、仲間内のね酔っ払い同士のねザレ事とかお酒の上の話じゃないですかね。で、俺これ枯れない絵元なんかいないよ、はははみたいな、そうだよねオリオンやるなみたいな、こんなね飲み会で喋ってることをヘイラーがね、これ言いがかりじゃないですかね、こんなね。それもねサソリを放って殺しちゃってね。ということでヘイラーっていうのはね、さぞかしね家庭での不満があって、でもその家庭の不満っていうのはゼウスさんがもう浮気し放題だから、そのねストレスが溜まってこううさばらしてサソリを放ったみたいな、そんな理不尽なことをしてますよね。ゼウスファミリーって結構ね理不尽なことするんで、特にゼウスさんもう浮気者だからね、まあ、浮気しないとねギリシャ神話のストーリーが生まれないのはわかるんですけど、なかなか傍若無人な一家でございますということで次の神話に行きたいと思います。もう一つの神話はですね、太陽神アポロンの息子のパエトーンがですね、お父さんが太陽神であるということをなかなかね友達がね全然信じてくれないんですよ。ということで友達たちに、僕のお父さんはアポロンで太陽神なんだっていうことをね証明したいということで、太陽っていうのは荷馬車に乗ってるわけ。それをね馬が引っ張ってて、その御車をアポロンがやってるっていうことなんですけど、そのね手をかける太陽の馬車をですねアポロンに借りようとするんですけど、お父さんがいやいやそんな無理だからって、君にはねじゃじゃ馬を操って太陽を引くことなんかできないからって言うんだけど、そのお父さんの精神を振り切って強引に馬車を借りちゃうんです。それで見事ね友達の前で馬車を引いてみせたんで、友達たちはね納得して、あ本当のアポロンの子供だったんだみたいな風になって、パエトンはよしよし友達たちにやっと勝負できたみたいな感じだったんですけど、太陽っていうのは行動を走るわけじゃないですか。太陽の通り道は行動だから、行動十二星座の一つがこのサソリ座ですから、行動上にサソリがいるわけですよ。そのサソリの横をパエトンが引いてる馬車すり抜けようとしたら、サソリがその馬車の馬をチクンって刺しちゃったんですよ。太陽引くぐらいの強靭な馬なんで死んじゃうようなことなかったんですけど、もう一体し毒が回るから馬車引いてる馬が暴れちゃうんですよ。パエトーンとしては制御不能になっちゃって、天を焼け焦がす、地上を焼け焦がすみたいな大変な騒ぎになっちゃったんですよ。それをゼウスが見てて、あこれはまずいということで、ゼウスの必殺の裁きの雷、ラムーみたいにピシャッと雷打つわけです。それでこの馬車に当たってで馬たちの暴走を食い止めることができたんですけど、電撃に当たっちゃってパエトーンがですね亡くなってしまうんです。それで落ちた先がエリダヌス川と言われる川でございまして、このねエリダヌス川っていうのはギリシャ神話の中で結構出てくる有名な川で、エリダヌス座という星座になってですね、これ確か冬の星座オリオンの足元かな、これまたねその時期になったらエリダヌス座やってみたいと思うんですけど、ということでこの神話ってね、私が思うに田舎のね中学生少年がお父さんに借りたトラクターを運転してね用水路に落ちちゃったみたいな、そんなね神話なんで、これこんなんでいいのかなみたいな、なんかちょっとかっこ悪いなみたいな感じなんですけど、ギリシャ神話ってね結構ね抜けてるというか、あらゆる神話が多いんで、そこがまたねこのギリシャ神話の魅力の一つだと思います。ということでピアノのコーナーに移りたいと思います。じゃあねここはパエトーンやってみようかな。太陽を引っ張ってどうだってすごいだろうって友達に見せてるパエトーンの勇姿、それをねピアノで弾いてみたいと思います。よろしくお願いいたします。